シアニン染料の例シアニンはボリミチンに属する合成染料である。シアニン類は蛍光染料、特に生物医学イメージングに用いられている。構造によるが、シアニン類は赤外から紫外領域のスペクトルをカバーする。シアニン類はもともと写真乳剤の観光範囲を増大させるために使われていた。また、CDR や DVDR にも使われている。 その用途での色は大部分が緑色か、ライトブルーである。シアニンで作られた CD や DVD は、科学的に不安定であり数年で読み取ることができなくなる。シアニン類が初めて合成されたのは100年ほど前である。I イコールストレプトシアニン2イコールヘミシアニ人3イコール閉鎖シアニンシアニン類には3つのタイプがある。ヨハネス。 hh, サイニーン、ダークタファンクショナリジーザーン、オリーガマディジーターン、リニアウントニショトリニーアプテッシュエイゲンシャフティン、ディサーテーション TU ブラウンシュバイク、erm, e、ifting, ike, 2000エルンスト LA、グプタ RK、ムージュームタ RB、ワガナー AS en,、サイニーンダイラベリングリージェンツフォーサルフハイドレル、グループス。サイトメートリー10、30、ドイ、10.1002。 サイト9億9千10万103、プミド291万7千472。ありがとうございます。